東方教会聖教会ウクライナ独立聖協会ウクライナ独立聖協会に属するキエフの聖アンドリー協会。ウクライナ独立聖協会はウクライナに存在した聖教会の一つである。聖教会は一カ国に一つの教会組織を置くことが原則だが、これら各国ごとの聖教会が異なる協議を信奉しているわけではなく同じ信仰を有している。 聖教会の協議や全聖教会に共通する特徴については、聖教会を参照ウクライナ独立聖教会の創立会議は1921年に、キエフの聖ソフィア大聖堂で行われた。ロシア聖教会の主催の一部は、モスクワ総主教庁からの独立、ウクライナの自治教会の創立を宣言し、バスイーリ・ルイプキーウスクイを不主教として選んだ。ソ連時代になると、 ウクライナ独立正教会は弾圧され、聖職者全員と信者の一部は、ソ連の秘密警察によって残殺された。1942年に、ウクライナ独立正教会は、ポーランド正教会の援助によってドイツ支配下のウクライナにおいて再創立された。ポリカールプシコールシクイーは、新たな不主教となった。しかし、1944年にウクライナは、 赤軍によって占領されると、ウクライナ独立性協会は禁止され、ウクライナ東方カトリック協会と共に、ソ連国家保安委員会からの弾圧を受けた。そのために、ウクライナ独立性協会の聖職者と信者の一部は、ウクライナから逃れて、西欧、米国、カナダ、オーストラリアへ渡り、外国で定住した。1 9八十年代末に、ウクライナ独立運動がきっかけで、 ウクライナ独立性教会はウクライナに戻り活動を再開した。1990年にキエフでの教会会議においてムスティスラーウスクルイープヌイクがキエフ並び全ウクライナの不主教として選ばれた。ウクライナ独立性教会はウクライナ、西欧、米国、カナダなどにおいて宗教団体として公認されているものの長らく世界の性教会から教会法上の 合法的協会として承認されていなかった。しかし2018年10月16日に、コンスタンディヌーポリ全地総主協長により、ウクライナ正協会、キエフ総主協長と共に正当性を承認された。これら一連の動きに反対するロシア正協会は、コンスタンディヌーポリとの相互了承を立っている。二千一年において、ウクライナ独立正教会は十一の主教区があり、 404人の主教、司祭、タスク祭がいる。ウクライナ独立正教会の信者は、ウクライナの西部、中部に最も多い。2000年9月14日より、ウクライナ独立正教会の不主教は、メホディーク・ダリャコウである。ウクライナ独立正教会は、ウクライナにおけるカトリック、正教の諸教会と並んで、キエフルーシ時代の金融不主教区の直接の系譜を主張している。 その独立正教会くらいの根拠の一つとして、コンスタンディヌーポリ総主教グリゴリオス7世から1924年に与えられたトモスを挙げ、その時に設立された教会組織の継承を主張している。2018年12月15日に、ウクライナ正教会、キエフ総主教長と統合し、新生、ウクライナ正教会が発足した。ありがとうございます。